僕の手は借り物のように使い勝手が悪い。僕の足はまるでロボットのようだ。じゃあお先に行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。毎日何人の人に追い抜かれているのだろう。悔しかったら抜いてみやがれ。やがれ。僕の足はいつ動かなくなってもおかしくない。僕の手はいつ力をなくすかわからない。それでも僕が笑って生きていけるのは。おーい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。行ってきます。僕が笑って生きていけるのはミュウ、アヤ、君たちがいるからだ。そして君たちと交わした一番大切な約束があったからだ。だから今君たちに伝えたいことがある。それは大学3年のある夏の日、我が草野球チームはドラマチックなさよなら勝ちを収めた。その日の夜のバイト先でさらにドラマチックな出来事が僕を待っていた。何歌う？いらっしゃい。何でしょう、最近のって何だっけ。あれ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 、何だっけ。山口、ちょっと山口、何やってんだよ。一目惚れしてんだよ。お邪魔っす。あなたは女神だ。僕は君と会うために生まれてきた。あの、頼んでないんですけど。サービスです。何？このお店いろんなサービスがついてるみたい。今度ドライブにでも行きませんか？それもサービス？サービスです。女神はサービスだって僕に微笑んでくれた。これどこ行ってんだよ。知らない。もういいやってとこまで走んだよ。根っからの知り合いなんだね。あ、テレビの配線とか得意？え、まあ工学部だからドラマみちょっと頼んでもいいかな。え、あやちゃんちゃん。いいよ。うちどこ？都内？福島。実家？
ね、ネット通販で安いの買ったのはいいんだけんと配線がわかんなくて。いやいやいや助かった。まあまあいっぱい飲んでてくれましょう。すいません。いや娘の彼氏と飲むの夢だったからなっす。父ちゃんそんなんじゃないから。え、あ、そうなんですか。どうなんですかね。ほら、もう行くよ。もう帰っちまうのけ。もう帰るの。もう帰るの。ちょっと待てろ。いや、ちょっと待て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 。何かあったの。ちょっと待て。もうそんなんいいからもう帰るから。綾と打ち解ける前にご両親と打ち解けた僕がやるべきことはただ一つ、告白だ。峠攻めんの最高。ねえ、これどこ行くの。ぐちゃぐちゃ言ってないで守ればいいの。すごいな。でしょ、私の一番好きな景色。何？え、俺はいい加減な気持ちじゃないから。は？いや、ご両親にも会わせてくれて、こんな素敵な場所にも連れてきてくれてありがとう。テレビが煙吹いてぶっ壊れてても僕が直してあげるから。何言ってんの。だからそのちょっと俺、あやちゃんが好きです。本気だよ。俺はずっと一緒にいてください。まだ大学生の僕にこれからの未来を一瞬で決断させたのはこの美しい景色の魔力だったのだろうか。綾を抱きしめながら見たこの世界は全てが僕の味方だった。それから僕の生活は少しずつ変わっていった。よし、まあなんとかなると思っていた就職活動もなんとかしなきゃという状況に変わり、あ、ちょっと今いいとこだった。好きなナイターも見れなくなり、っていうか生玉ねぎ嫌いなんですけど。サラダの中に生玉ねぎを入れなくなり、趣味の一つからサーフィンが減り、いい音だな。そう？うん、なんか落ち着くんだよねこの音。すごい好き。僕の隣には綾がいるようになった。目をつむっても音が一人じゃないことを教えてくれる。衝撃のニュースも音を立ててやってきた。もしもし。妊娠した。妊娠？さあどうぞ。この度は本当に申し訳ないことを。すみませんでした。まあもういいじゃないですか。しかしこのままでは筋というものが。ええ、
筋は通せなくても電気通せっから。え、うちの主人は筋も電気も通せねえ男ですから。なんだ。何笑ってんだお前は。状況が分かってるのか。お前は大学生の分際でよそ様のだな。もうよそ様じゃないべした。ふつつかな娘ですけど、どうぞよろしくお願いします。こちらこそ。お前貯金あるのか。ないです。甘いんだよお前は。考えな。貯金しろ今から。はい。いくら貯める。子供が生まれる前に。30万。50万。約束だぞ。100万。その後僕は無事に就職も決まり、卒業までの期間必死にバイトをしてお金を貯めた。新しい家族のために。そして大学4年の夏。よく頑張ったな。一十百千万十百万。いいニュースも音を立ててやってきた。はい。あのさ、名前なんだけどさ、いろいろ考えたんだけどね、画数的に決めたんだ。ミュウか。いい名前だね。響きがいいでしょ。うん。響きがいいといえば、100万。よく頑張りました。あやもね。ミュウが生まれて4年、僕は必死で働いた。僕の原動力は月並みだが愛する家族だ。はい、早く行ってこい。はい、すぐに。行ってらっしゃい。行ってきます。昨日テレビの調子がおかしかったからちょっと見といてくんない。はいよ。はや、配線いじったでしょ。だってテレビ本体がおかしいんだかコードがおかしいんだか分かんなかったんだもん。頭がおかしいんじゃないの。今包丁持ってます。すいません。この家はいろんな音であふれている。どこの家でも聞くことのできる平凡な音だ。それでも一人で聞くことのできなかった音。僕ら家族は幸せな音に包まれて暮らしていた。ほらそこ、寝ない。寝てないよ。いい音だなって思って。あちゃーん。この時の僕はまだ
自分の体の配線がおかしくなっていくことを知らなかった。悪いニュースは音も立てずに僕のすぐ近くまで忍び寄ってきていた。よし、じゃあ行ってきます。ちょっと大丈夫？疲れてる？大丈夫大丈夫、行ってくんね。行ってらっしゃい。じゃね。山口、ちょっと来て。はい。俺、歩き方変。別に。痛いの？全然痛くない。いいよ、おいで。私も抱っこ。ちょっと、私そんなに重い。ごめんごめん、もう一回。もういい。じゃあ見よう、高い高いしてあげよっか。よいしょ、高い高い。どうした？いや、なんか蓋が硬くて。貸してみ。手継ぎ普通じゃん。聞くとなんか落ち着くんだよね。変なやつ。なんかあった？え？いや、なんでもないよ。ハヤト。え？何？何じゃないよ。調子悪いんでしょ？心配いらないって。病院行こう。大丈夫。一体僕の体に何が起きているんだろう。足に力が入らない。まるで竹馬に乗って歩いているようだ。大丈夫大丈夫。そんなわけないでしょ。これまでの症状の経過から見ても山口さんはギランバレー症候群の疑いがありますね。ギランバレー、ご存知でしょうが、体の中には無数の